素晴らしい。Under the sea。ダーリン、私の言うこと信じて。私は陸の方がいいわ。でも人魚好きでしょ？現代の人魚はどこにいると思う？どこって？海の近く。じゃあ海の近くに家を作りましょう。デザインはいらないよ。僕に任せて。ミニチュアハウスセットね。そう。僕これ大好きなんだ。今日作るのはモダンな人魚用のお家。何を入れようかしら。海と言ったら貝殻。取ってきてくれる？もちろん。ブグ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 。待って、セットに貝殻が入ってるな。了解、船長。光がたくさん。海にも光るサンゴがあるの。光る貝殻はないよ。そうね、窓を入れたらドアのフレームもセット。これ、持つの疲れた。あげる。忘れてたわ。これ、飾りになるのよ。そう、手伝って。ワイヤーをつけたから壁も立てられるの。ん？ひそひそ話？何か物足りないって。2階建てだから平気よ。組み立てるわね。まだまだとね。カーテンは？もう？わかったわ。はい。雨が降ったら屋根が必要。落ち着いて、すぐにつけるから。しゃ、溺れちゃう。人魚たちは泳げるから大丈夫。でも念のため直すわね。どう？うん、いいね。太陽や雨から逃げられるように、こことここもね。うわー、暗い暗いよ。シュー、どこにいるの？いた。サムチン、何してるの？家の中が暗いからイメトレしていたんだ。これを使えば直せるわ。ワイヤーがこんがらがった。おいで、手伝ってあげる。うわー、もう一回やって。明かりがつけられなくなるわ。一階も暗いから外にランプを設置したの。ダーレルタン、アリエルもここに住みたいって。海の暮らしを思い出すオルゴールがあるの。キャンピングカーにもオルゴールがあったわね。みんな下のリンクをクリックしてね。階段はどこ？ないわ。サムチン、どこに隠したの？階段が見つけられたら何でもするよ。見つけた。何をしてもらおうかしら。ずるい。簡単に見つかっちゃった。じゃあ家具を組み立ててくれる？いいよ、向こうで組み立てるね。はい。安定感があるわね。サインもかわいい。次はフェンス。こうやって。なんだか静かね。サムチン、大丈夫？ノリがくっついちゃって動けないんだ。少し休憩しましょう。すぐ戻ってくるから。はい、できた。サムチンがノリを洗ってる間にテーブルを作りましょう。カウンターを乗せて。かわいい。うわ、取れた。飾り付けしなきゃ。いい感じにできたよ。でもまだ組み立ててないものがあるわ。あ、ごめん、このソファに見とれちゃって。ソファも未完成よ。ほら、クッション。そうだ、クッション。待って、まったくもう。枕投げやろう。このクッションは枕投げのためのものじゃないの。
ソファーが出来上がったわ、見て。綺麗。枕投げはまた今度ね。サムチン、これもまだ途中よ。なんだろう、テーブル、ナイトスタンド、覚えてない。どれどれ。まずは横の壁、ポン。確かこれを乗せるんだ。人魚が大好きな飾り物。了解、ここに置いて。壊さないように。うわ、化粧台ができた、素敵。アイテムを乗せましょう。何か足りない。サムチン、ちょっと後ろ向いて。僕がもらおうと思ったのに。私からは隠せないわ。次は家具の配置。化粧台はここで、テーブルは日当たりのいい窓の前。あと椅子もね。どうぞ座って。見て、僕が育てたんだよ。緑いいわね。ここにポン。レクリエーションエリアは海からたくさんのお客さんが来るよ。ここよ、ターコイズのソファーとコーヒーテーブル。僕はサンゴを思い出す植物を置いたよ。さあ、ちょっとだけ休憩していい？分かったわ、みんな高評価を押してね、すぐ戻るから。寝ていたから邪魔したくなかったのよ。何かやることある？探してみて、きっとあるわ。空から降ってくる？あ、うわ、本当に空から降ってきた。言ったでしょ、毛布に枕、寝心地が良さそうね。鏡よ鏡、一番美しいのはサムチン。スライムの中でね。同意の人は高評価をお願い。一番早いスライムのデザイナーでもあるやん。できた。この化粧台もいいわね。ポン、これでオッケー。デザインが全部貝殻なの。僕のお気に入りのスタイルなんだ。このベッドも可愛い。すー、この鏡僕も欲しいよ。褒めてくれるし。私が毎日褒めてるじゃない。これは人形用。サムチンは私の誇りよ。仕上げにスリッパはここね。あとは屋根、1階ができた。この穴は何？すー、家が。サムチン大丈夫よ。真ん中にテーブル、そして椅子を置くの。わあ、じゃあ泳いでくる。うん、それサムチンのじゃないでしょ。完璧。サンダルはここ。いつでもビーチに行ける。ビーチハウスって名前にしよう。そうね、サインはここよ。日光浴にぴったり。でも物足りないよ。そうね、ここにもテーブルと椅子を置きましょう。人魚たちもきっと喜ぶわ。見て、ネットを作ったよ。やった、何か捕まえた。すぐ助けて。あら、ボートね。これでいつでも海に行けるわ。怒りもね。家の明かりのワイヤーもつなげましょう。少し左、右、あと少し、完璧。階段も置かなきゃ。これも忘れないで。ボートよね。ビーチといえば砂。シュー、またこんがらがっちゃった。ちょっと待ってね、ポン。ロープはここで、パドルはここ。オッケー。これで終わり？全部見てもいい？もちろんよ。
ラララララララ助けて! 大変! 何? どうしたの? 他のおもちゃも自分の家が欲しいって! 海の近くでプール付きと 3階建てのコテージ! サムチン? サムチンが作りたいだけでしょ? そんなことないよ! 他のビデオも見たい人は 高評価とチャンネル登録をお願い! バイバイ!